客さんもいっぱい来てます。組み立てるのは今年入社したという変わり者のアミ君です。元教員です。小学校で音楽も教えてました。ピアノも弾けます。YouTube に上げてます、はい、YouTube に上げておきますのでまた見て、これは組子を今組んでます。全部でこれは厚みが5ミリしかありませんが3枚を組み合わせますので、1枚あたりが 1.7 ミリぐらい、あ、まあ、1枚あたりは全部5ミリなんですけど、その書いてある一番薄い部分が、はい、そうですね、1.7 ミリですね、2ミリないやつがあります、はい、あ、ちなみにあの社長さんに雇ってくださいっていう面接行った時に、このパーツをこうバラバラっとこう散らばさられて、でその組み立てられるかどうかが入社試験だったみたいです。なんとか無事あの初めてですけどそこで組めたので、あの全く筋が悪いわけではないということが後で2回目の面接の現場では言われました。もうそこで組めなかったら多分雇ってもらえなかったかもしれませんね。はい、そうです、危なかった。高松市西上田です、ね、西上田町にあるちょっと落ちてください、はい、大井建具店です。この大井純一さんが親方です。そうです、ね、親方はどんな人ですか。親方こんな人です。でここにですね、この栗林公園で見つけたこの冊子の最後に、はい、そろそろもう一人の弟子を取ろうかなと思っていますと書いてたので、あ、自分のことだなと思ってもう辞めました。はい、衝撃が走りました教育界で。退職発表の日は電話鳴りっぱなしでした。病気になったんかとかね、心を病んだのかとか、皆さん言いたい放題で。賛成してくれたのは姉ちゃんだけ。いやいや、妻も大丈夫です。私結婚してますので。奥さんは何してますの。奥さんは専業主婦です。でも元カメラマンだったのでね、こういう写真を撮ってもらってます。あ、そうですか。でも少なくとも建具の職人って何年ぐらい勤めなきゃ難しいんですか。はい、社長さんには10年間でやっと一人前って言われました。あ、10年勤めても工具がいりますよね。そうですね。でも機械の工具が高いですね。そうですね。なかなか昨日も社長さんからあなたを雇った限りは一人前になるのを口説けないと、死ねないと言われて非常に重いプレッシャーを雇った責任が私にもありますからと。はい、分かりました。ムービーは一応あの長すぎるのもありなんで3分少々ぐらいでね、はい、止めておきましょう。じゃあこんな感じで決めます。はい、分かりました。